それではアンチワインドアップ保証について説明していきたいと思います。ここで考える制御系は、インカできる入力に法案がある、入力制限がある場合の制御になります。ここでは制御対象 P およびコントローラー C からなるフィードバック制御系を考えます。この時、制御対象にインカできる入力に関して制限があるというのがここで考える制御系になります。仮にコントローラーからの出力が小さく制限にかからないようなケースでは、正常に制御系が機能することになります。その一方で、制限にかかるような入力がコントローラーから指令値として与えられた場合には、応答性能が大幅に低下するワインドアップ現象と呼ばれる現象が生じます。それでは具体的にその現象について見ていきましょう。まず法話がないケースで考えます。制御対象は2次の制御対象を考えています。この A 行列 B 行列の形は4次の形にしてますが、 A の2次部分が制御対象、1次部分がコントローラー、もう1次の部分がアンチワインドアップ保証器用に割り当てているものであるため、実際の制御対象は2次の制御対象で、ここで考えているものは具体的には不安定で積分器を持った制御対象を考えています。これに対して飽和が、こちらが飽和の部分を表している項になるんですが、それを無効化するためにこのような式を置いて、単純に入力制限がない場合の応答を見たいと思います。この時、出力波形はこの黒で表される線になっています。そして入力信号を見てやりますと、約 3.5 ぐらいまでいて、マイナス2近くまでいて0に、そういう信号になっています。次に入力に制限があり、プラスマイナス1で飽和するというケースを考えます。この時、出力波形はこの青色の線のようになり、ワインドアップ現象と呼ばれる大幅な振動が生じていることがわかります。このように通常の飽和がない場合に制御系が機能する場合であっても、飽和によってこのような応答の劣化が生じてしまいます。そこで考えるのがアンチワインドアップ機構になります。アンチワインドアップ機構は、この飽和に引火される前の入力と飽和を通過した後の入力の差を取って、それをフィードバックする、そのような機構になっています。仮にこの信号が飽和にかかっていない場合には、このアンチワインドアップ機構の信号差はゼロになりますので、この信号の影響は制御系に与えることはありません。その一方で、飽和にかかるような場合には、この飽和にかかった部分の信号がコントローラーに引火されると、そのような形になっています。で、具体的にその改善について見ていきます。これは最後の項がアンチワインドアップ機構の出力であり、このアンチというのが U と X3、 これは飽和にかかった入力である U と飽和にかかる前の入力である X3 の差を取っています。それをダイナミクスを通して制御入力として与えたものになっています。コントローラーのうちに一つ項を付加した形になっています。これに対して応答波形を見てみます。この赤色の線がアンチワインドアップ保証器を足した場合の応答になります。当然、入力制限がない場合に比べれば応答は遅いですが、ワインドアップ現象は生じていないということが確認できるかと思います。このようにアンチワインドアップ制御を施すことによって、入力飽和が生じた場合の性能改善が行えます。以上で説明を終わります。